エジプシャンマウはエジプト産の家猫をもとにアメリカで品種改良された品種。古代エジプトの壁画に残されている最古の家猫は細身のボディにアーモンド型の目細かい反転模様を持っていた。その特徴をもとにエジプトのカイロで発見された個体から繁殖改良されたのがエジプシャンマウである。古代エジプトの猫というイメージが強いため エジプト原産と思われるが、正式な品種として確立したのはアメリカなので、アメリカ原産と表記する場合もある。エジプシャンマウの反転は、ベンガルやオシキャットの反転とは違い自然発生の、ものである。野生的な反転と、古代エジプトの壁画を思わせる、アイライン、額のスカラベマーク模様が特徴。単毛で、シルバー、スモーク、ブロンズの3種類の毛色がある。目の色は、 淡いグリーンのみ、体型は細身で筋肉質であり、時速5 0トルで走行、くさび型の顔、アーモンド型のやや釣り上がった目、大きな耳を持つ。外見と裏腹にとても大人しい性格で、子供や気候の変わり目などに神経質になる場合もある。肥毛にスポットがはっきりと見えるまでに2年程度を要し、抜け変わりの時期や、 強い日差しにさらされることによって退職する恐れがある。ありがとうございます。